こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日は会員さんから質問があったんですけど、EMS の支払いにはクレジットカードは使えますか？ということでね、郵便局の支払いにはクレジットカードを使えます。ただし、EMS は集課に来てくれるんで、集課頼む場合が多いと思うんですけど、その際は現金と切手しか支払いに使えないということなんでね、クレジットカードが使いたい際は郵便局に行って、払ってください。これね、使えるカード、ほぼ全てのカードが使えて、さらに電子マネー、スイカとか、パスモも使えます。さらに、PayPay なんかも使える。ただし、一部使えない、郵便局もあるみたいなんで、もしね、カードで払うつもりに現金持ってかなくて、二度手間になっちゃったなんてことがあると大変なんで、自分の近くの郵便局対応してんのかなと気になる場合はね、こちらのリンク先で確認していただくか、あるいは事前に電話で確認してから、商品を EMS で持ってってください。また、使えないとかありましたとかね、これこういうことでしょうかとか、確認、ご質問お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。